三四郎ですオールナイトニッポやってます業界のメインストリームど真ん中報復絶頭の2時間にリスナー全員クルビツ天魚の板踊ろぜひ聞いてください楽しいです放送は毎週金曜深夜1時からいやー面白い三四郎のオールナイトニッポ 令和でねその生放送のタクシーの中だって言ってたじゃん令和またいだ時それで「世界仰天ニュース」の生放送だったの4時間特番でそれで4時間特番で僕はその俳優のお仕事やってるじゃないですかドラマね「世界仰天ニュース」って言ったらドラマですよね ドラマそうそうそう再現部位ね、うん、再現いやいやまあだドラマですね <laughs> 前やったの覚えてますか僕がえとドラマで名演技したっていうのを、はい、世界仰天ニュースにて<う>何でしたっけそう役,と役ですね素敵なプロポーズをする男役じゃなかったよねじゃないねうん FBI 捜査官 あるよねそれじゃないけど浅間山荘でもないし太りすぎて部屋から出られなくなった男でもないんだよね覚えてますか唐辛子を触触っったた手でんて悶絶しおじさ仰天ニュースそれ何回も聞くけどさもう一個あるんですそう風呂にある椅子が壊れててそこで金玉挟んだおじさん <laughs> 実はポ <laughs> ヘミアン・ラプソディーと一緒ですから、ね、<laughs> そうしたら <laughs>、うん、それそう、うん、それがおやってすごい好評だったから、うん、そうなんですよ、うん、使い分けてたからねいててっていうそのリアクションもさ、うん、えと手で、えー、とチンコを触ったで唐辛子でねそ、うんうん、の時は「いていていて,いて,いててて!」徐々にいくの、ね、よ。 風呂にある椅子が壊れたりそこに金玉挟むいきなり挟むんだよそれたらいきなり脳にその痛さが伝わるから金玉挟んだって言ってこれが全然違う痛みを感じる速度がこれ唐辛子ほらそうそう菅田もびっくりよ もびっくりしうれその演技っぷりにもう一回再現 VTR 撮りまして生放送で流れるって特番で特番でねすごいあのもうすごい北川景子さんとかひろみさんとか所ジョージさんとかすごいサンドイッチマンさんとかいてすごいメンツの中ねみんなで見るってことでそれでまあ僕の役がねあのまあえっとまあゴールデンタイム まあまあゴールがっつり7時ぐらいに流れるってことで、ちょっと、うん、あの下系じゃないんだけれども、苗場のスキー場、平成を振り返るっていう v t の,のバブル時代で、苗場のスキー場でその鍵を見せてね、スキー場のホテルで、ホテルでチェックインするんだけれども、鍵を見せたら売店で何でも買えるじゃん、あああのホテルのやつって。うん、それビデオテープとかカメラとか買って、一番最後に生産なんだね鍵を見せれば。うん でもその鍵は最後見せないでそのままビデオテープとかカメラとかを買ってそれをもうそのまま持って帰るっていう泥棒そのスキーブームの「間抜け泥棒」っていうその題名なんだけどその間抜け泥棒を僕は演じたんですそれでまあうまくいったからねまあよしよしと思って見て生放送始まってそしたらその他の人他の芸人さんとかもやってるわけよ。 違う,違う再現ドラマをねそれでサンドウィッチマンの伊達さんが一番最初ではい、はい、ハイジャック犯に間違えられた男みたいな感じでその間違えられてみたいなその演技するんですけど、うん、再現 VTR があってそれ、うん、で,でサンドウィッチマンの伊達さんが終わってまあ受けてねめちゃくちゃまあそのバラしか方もさ再現してるのは一番最初分かんない状態なの。 誰が再現してんのかそれ後ろ姿だけ見えて、うん、えとこの、えー、とハイジャック犯に間違えられた男を演じるのはこの男って言ってサンドウィッチマンの伊達さん、うん、顔が見えるっていうそのシステムで,、うん、でまあ受けててそれでまたあそ,その後が僕の番だったね、うん、スキーブームの間抜け泥棒れ演じるのはこの男みたいな感じで、うん、三四郎の小宮みたいなテロップ出て、うんうん、そしたらはい一旦 CM 入りますって。 CM 入ったよね生放送またいだと思うえまたいだ僕でまたいだってことは引きがあるってことだゴールデンタイム生放送またいだまあまあ僕2回目ですからありがとうございますなるほど三四郎小宮もすごいことになってきたぞサンドウィッチマン伊達さんまたいでない僕またいだすごいことになってきたな それで CM 明けも受けて「あこれはよかったよかった」って言ってもう出演者の人も CM 中もさ後藤さんとかも「いやこれ令和小宮の時代来たわ」みたいな言ってくれて「またぐなんてなかなかないよ」みたいな「すごいな」みたいな林立ててくれありがとうございます。 それで VTR 終わってママ受けてよかったよかったと思って、うん、で次がフットボールアワーの岩尾さんが制服泥棒の役でみたいな演じるのはフットボールアワーの岩尾さん岩尾だって言ってまたいだのね、うん、またぐんかいと思って <laughs> 全然特別なことではなかったのねえと思っちゃう思う感じになってああいやいやちょっとプレミア感ないし、うん、きついなと思って。 そしたらどん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 ここからトレンディエンジェルの斎藤君昔の平成のさバブルの懐かしい宮治社長って言ったじゃん宮治社長に扮してハっハッハッハてこの男でまたぐのねバンバンまたぐのなんだよとそれで全員またいでんじゃんみたいな感じで CM 中もなってお前全然すごくなかったぞみたいになっていや何ですかみたいな感じになってそれでその後中居さんまでも再現 VTR やってん しかももやっぱ中井さんもまたぐのねま,あ、まあ、またぐなーと思って<ー>もう全然僕すごくなかったじゃんと、うん、それでみんなが CM 入ったらみんなまたぐよなーみたいな感じになって、うん、あもうでもまあ中井さんと同レベルぐらいかみたいな思ってたね僕はああよかったよかった中井さんとっ思ったの,その隣にいたトレンディエンジェル斉藤君が気づいて「てか今何時?」みたいな CM 中ね「<う>いやいや,いやのもう7時59いや8時またきだ」と思って。<う> <laughs> 普通のマタギとは違うぞ。8時マタギだから。真のマタギだ。これが正真正銘のマタギじゃん。僕は僕らはにわかのマタギだ。はいはいはいガチのマタギだと思って。すげえと思って。確かにな。うん。そうすげえ。特別な意味があるから。特別な意味があるからね。8時マタギってこと。チャンネルをさ、そのまああの8時とか7時55分ぐらいからザッピングしちゃうじゃん。はい。いろんな番組変えちゃうじゃん。 番組が終わる時間帯だからそこでまたぐってことは引きがめちゃくちゃあるってことかそうそのままにするからいやこれはすごいな負けましたってそしたら次のところジョージさん短い VTR なんだけどめちゃくちゃ短いよ僕より短いの2回またいだからえ二2回またいだとそういう CM 入ったのそしたら斉藤君がまあちょっといろんな VTR があった後斉斎藤君がまた気づいたちょっとミヤとか。 二回目、またいだときに気づいたら、藤くん、うん、二十一時だ、九時またぎだ、と思っところ、ジョージさん、一回目、二回目、二回もまたいだし、僕、最初二回またいだのと、一回のまたぎ、でも八時またぎ、中井さんとところさん、どっちが上かなって思ってた悩んでた頭抱えてたでも、斉藤くんが、おい、小宮、頭抱えんな。頭抱えんな。頭抱えんなって言った二回目、二十一時またぎだ。うわ、これは、 真のまたぎでもあり、二回、うん、またぎってことは伝説のまたぎでもある。だから真のまたぎでも、二回またがないんですよ。絶対。あの尺では。絶対。短いんだもん、ね、そうそう。おうすごいよ。やっぱろジョージさん。真のまたぎであり、伝説のまたぎもでもある。<laughs>

だからその勢い付けとかなんじゃないの。伊達、ね、さんはうんいやまたがせてもらええなかったんです。またぎたいのに。またぎたいの <laughs> またぎてえなまたぎすうんまたぎてえなんかは出てたもん。<laughs> 俺がまあそうだ自分でも思ってた俺がまたがないで誰がまたぐっていう顔はしてたもん。タレントランキング一位って聞いてたからね。伊達さんがうんでも結局はやっぱ一番下だったんだよね。 そ僕がでもまあでも結局はすごかったなレジェンドたちは2回もまたいで真のまたぎもいたし真のまたぎかつ伝説のまたぎもいるなと思ってそれで肩落としながらでもやっぱりまだペーペーだから令和は頑張ろうと思ってそれでまあ帰ろうとしてそしたらもう帰る時まさかのタクシーチケット僕でしかもらってないタクシーで帰るの僕だけなのね 芸能人すぎてみんなひろみさんとかも所ジョージさんとかサンドウィッチマンさんとか<ー>芸能人すぎて自家用車とか<ー>事務所の車でみんな書いたはいはいはいとどめ刺されてねこれクソ <laughs> <laughs> 一番ペーペーもうめちゃくちゃ雑魚じゃんと思って<ー>それでタクシーに乗って、うん、タクシーの中でしれっと令和を迎えた <laughs> <laughs> タクシーの中で考えたね。いやちょっと令和はもう車買いてえなと思って。自家用車とか。いやあっての。芸能人の。三郎のオールナイト日本。ゴールデンウィーク中ね、あの何日か休みがあったのよ。三日ぐらいなんかあったから、ちょっとなんかどっか行こうかなと思ったんだけど、さすがにやっぱどこも人いるんだよね。だから混んでるね。そうそうそう。だからだるいから、ちょっと家でまあ過ごすかと思ってゆっくりもう。 <laughs> でもうあの,ーのね、<laughs> ネットフリックスを見ようかなああはいはいそう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 でなんか見ようと思ってこういろいろチェックしてたんだよそしたら、あのー「結婚できない男」がね、うん、出てきてドラマの阿部寛さん主演のあこれも見てないなと思ってて、うん、そしたらねあの秋ドラマで結婚できない男の続編がやんだよね そうなのよやるのも決定してて僕見てないんだよな見てないだから周りから結構面白いって聞くのよだからちょっとこれんか見てなかったから見ようかなと思ってであのそれを2日間1日目4話見て2日目8話見て面白いんだよだから計12話めちゃくちゃ面白かったってことだよねやばい 二日間で全話俺見たんだよ。うん、めちゃくちゃ面白い。止まんない。止まんない、うんうん、見てない,見,てない見た方がいい。うん、見た方がいい。うんえー、だから、そんなあの、そのな、リアルで放送してた時は、俺はあんまり多分見てなかったの。うん。っていうのもなんかそこまでの面白みがわかんなかったというか。ちょ,ちょっと見たけれどもそ。うん、そうそうそう。今この年だから、この、めちゃくちゃ面白いんだよ。 どえっとねあのね主人公が四十4 0手前ぐらいのはいはいであで結婚できないっていう設定だからかなり前のそうそうそう10年以上前だ10年2006年十じゃあもう23年そう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 じゃあその時は分かんない分かんないだ気持ち分かんないんだよねはいはいはい今見たらめちゃくちゃ面白いこれやばい気になるよなあ今から言うようん 楽しそう。これはね、本当に、いや、ほん見てない見てない見てる見てるよね見てるうん。石井さんは見てるどう見てる二人は見てる見てない。見てない。AD、ミキサー見てない全然ダメ全然ダメ見なきゃすげえそんなに面白いんだ。見なきゃすぐいや、マジでやばいからね。アンテナ張れアンテナれ。 見たらいや見たら言ういや暗転腫れっていうか<あ>もう貼ってないじゃん2006年あ続編納得だわ <laughs>、うん、言うからあれは見たほうがいい本当に見たほうがいいめちゃくちゃゃく時代遅れのあのねあのね偏屈なんだよね主人公がであの一、うん、人の男がまあ阿部寛さんなんだけど <laughs> その一人が大好きなので集団行動ができないの、うん、で一人大好きへり屈ばっか言うみたいな 一言多くて謝らないやと。自分の日は絶対認めない。桑野っていう主人公。これが安部博士さん。一人が好きばっかり。え一人が好き一人が好きひにくばっかり。だから言ってたのかよ。えだから、なんかオープニングでなんかそうなの。いや、だからそうそう。だからあの、え、そういう。絶対人をあの、家に入れないの。やっぱそうじゃん。やっぱそうじゃん。理由が。何なんだよ、もう。理由があった。あ、だからそういうようなね。 イで人をなぜ人を家に入れないか <laughs> あ,<ー>あのね空気がよどむんだよ <laughs> <laughs> なんだよ <laughs> 空気よどむからんか LINE のねこ言葉選びだなと思ったこれ結婚できねえよ」ってと、えー、からスタートするのよど <laughs> っっぷりてんじゃん <laughs> 面白いのよ、うん、でも仕事はちゃんとします 仕事はちゃんとする建築家でキッチンを中心としたキッチンを中心とする設計が得意なんです普通ではなくキッチンが中心仕事はちゃんとするってこと仕事はちゃんとするそれ違うじゃんアイランドキッチン仕事はちゃんとするってことそこはそうちゃんときっちりやります今日だって普通にでも「このラジオがやばいのさ打ち合わせがある」って言って22時入りだったんだよね 普通に二十二時半に入ってきたから、ね。<laughs> メールでメールで来てたのね、うん、マネージャーから。それはもうあのいらない打ち合わせだと思ったんだよ。いらない打ち合わせ。<laughs> 衝撃だよ。六 <laughs> 時間 <laughs>。いらないと思ってあえて来なかった。<laughs> はい、<laughs> めちゃくちゃ焦ってきたじゃん。<laughs> 走って。<laughs> <え>人付き合い苦手なんで。 それは小宮に任せようと。いや、それとは全然違うよ。ただのグズだよ、それ。あの、阿部寛さんも高島礼子さんに謝り事とか全部押し付けんねよ仕事できるからでしょ。それ許されんねいやいやいや。っていう野球だから。高島礼子さんが小宮よ。そう。あと、塚本隆さんが。塚本隆さんでもある。どっち二人で謝る。そう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 。 だからそれでもあるそれがコ小宮の役割みたいな人がいるでまあルーティンがんでねやっぱり1人が大好きすぎてもうルーティンやって同じところしか行かないほぼじゃコンビニ差し行くのねでビールとプリンと青汁買うこれ決まってます絶対で店員さんにスプーンいりますかポイントカード持ってますかみたいに聞かれるんだけどこれ聞くとちょっと機嫌悪くなります

1>, あの1話ぐらいに出てくるコンビニの店員さんはあの言っちゃうのよそれを<ー>で「ダーリー」みたいな感じを阿部さんは出すんだけどそれが10話ぐらいになるとあのもう分かってんだよねもうコンビニ行っていらないっていうのと,、えー、とポイントカードも顔なじみになってるそうそうそう、うん、だからスプーンはいりませんよねみたいな、うんあはい、ポイントカードは持ってらっしゃらないですよねはい 機嫌がいいかどうかは、わかりづらい。これが気持ちいい。これ機嫌いいのね。そう、これが気持ちいいの。ポイントカード一番最初はどうだったっけ。あ、これ機嫌悪い。はい、スプーンいりません。機嫌いい時は。スプーンいりますか。え、スプーンいりませんよね。スプーンいりませんよね。あ、はい。同じじゃん。いや、いや、これなのよ。え。これなのよ。いや、余計なこの、あの、会話はしたくないっていう。そう、そう、そう。桑野な。これがクワ野。 桑野主人公桑野ああ名前ねそう設計士桑野デザイナー桑野でこのコンビニの後絶対 DVD 借りますそしてクラシックを爆音でかけたりしますかけたりするする時もで家でそのしない時もあるしない時もあるしない時は近所のバーに行きます絶対バー行ってたなさっき さっきだからバーって言ったんだオープニングでで絶対そのバーにはライバルのめちゃくちゃいけてる金田がいます端っこの席に女連れの場合もありますめちゃめちゃいけてるからねやつがいるのねそうそれとやっぱり桑野は金田とちょっと比較しちゃうのよでやっぱ俺もああいうふうになりたいみたいなえ劣等感劣等感劣等感でもありんかんだあいつみたいなああくだらねえことしやがってみたいな負けそう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 それが桑野うん でねあのー、すぐ病院に行くのねすぐ病院に行くの虚弱体質ってことあのね <laughs> えと夏川結衣さん体が弱いんだねが女医さんなのだ、ね、か,か丈夫そうな感じだけどねそうなのよで夏,か、えー、と夏川結衣さんが女医さんで、うん、その人のことをちょっと好意、えーまあ、を思ってるんだけど自分としてはその好意をその持ってると自分で思いたくないうん,うん、うん だから自分で思いたくない。そう自分で思いいたくな好きは好きなの。好きっていうのをだから自分で認めたくないんだよ。それが桑野ね。え好きなんでしょ好きなのよ。あはたから見てるとね。ただその桑野自体はそのあんまり意識してないというかそう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 でもなんか病院に足が行っちゃうみたいな。で何で来たのかみたいな。えどうされたんですかみたいな夏川さん聞くのよそうすると「いやいやあの意外のちょっとムカムカして」みたいなそれぐらいで来んなよと思うじゃん。 まあ、それはだからその嘘ってことでしょ <laughs> いやまあそれはホンはための口実でしょまあだからそれ意外むかむかしただけじゃ普通行かなくないっていうので行くのよまあそうだよね普通だったら風邪とか装った方がね嘘としてはねちゃんとしたするんそうじゃんそうだけどその食事してたらあの昨日飲み過ぎちゃってなんか気持ち悪くなっちゃってそれで行くのそう、うん、でなんかあの夏川さんが「じゃあ二日酔いの薬出しおきますね」みたいなこと言うの、うん、そうすると「いやもし二日酔いじゃなかったらどうするんですか?」 違ってたらどうするんですか怖このね、一言多いのよね。一言多いから嫌われちゃうのよ。いろいろあるんだけどね、これ一言多いのが。その、安倍さんがね、その病気で寝込んじゃうのね。そうすると、その夏川さんが、あの、ロールキャベツをさ、わざわざ作ってくれるのよ。めちゃくちゃ優しいじゃん、夏川さん。そうするとね、それを食いながら、塩味がきつすぎるな。それに憎みすぎだ。これじゃ、あの女、結婚できないな。 いえ、作っといてもらって。ああ、そうなの。ひどいよね。これよ。でないんだ。これがね、ダメなの。だから、結婚できない。そう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 。不器用なんだ。そう、でお好み焼きをさ、二人で作るシーンとかあるんだけどさ。で、それで夏川さんが作ってるとさ。その混ぜてるとね。それは、どういう趣旨でかき混ぜてますか。趣旨なんかねえよ。ああ、不器用なんだね。お好み焼きなんだからさ。 適度に空気を含ませるのがこうかき混ぜる目的なんですよかき混ぜすぎるとキャベツから水瓶が出ちゃいますから、うん、でお詳しいんですねって言われたと、うん、いやこれよしですよ <laughs> 腹立つ腹立ついやそれのでも夏川さんがどん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 惹かれ合うんだよねうそう安倍博さんとで最後いいんだよなあれああ <laughs> 最後も言うのいやちょっと,あっえちょっとじゃあ,じゃあ いいとこ言うな最後まで言わない最後まで言わないごめんごめん安心ちしろもうでもまあ別にめちゃめちゃいいめちゃめちゃいい2006年だからめめちちゃゃいいいやこれねめちゃめちゃいい聞いて話を2006年だから言ってもいいんだよ別にこれね夏川さんも割と頑固なのねで頑固対頑固だから二人折れないのよっていうところで最後病院の前で夏川さんが安倍さんに向かって 私たちの会話ってどっちボールじゃないですかっていう、うん、ねっ、うん、ドッジボール当てて終わりうん、うん、それだけの関係じゃないですかみたいなことを言うのうん、うん、そしたら夏川さんが「私はキャッチボールがしたいです」って<ー>で阿部さんに「私はボールは投げました、うん、それじゃ」って言って相手の反応を待つの、うん、そっからがどうなるかですよ <laughs> <laughs> これが一番面白いんだから 最高よ、こっから気になるでしょやばいから言ってくれてもいいし。本当にいいんですよ。こっからがね。まあまあまあ、これは見てください。実際本当に。そこだけいやそれこれ一番俺が刺さったセリフだから。それじゃ、何も言わないで帰ってくるんだから。で、安倍さんが、その次の日に。

その、病院に。でどっちよ、もう。言うのか、どう、いやいや、どっちだよ。はいやいや、それで言って、まあまあ、どうなるかっすよね。うん。それが。え、言うのいやいや、それがだから、言わない。言るのかじゃあ終わり。いやいや、終わりじゃ終わりじゃえいや、ででじゃあ、言うのね。いやいや、で言うのね。いやいや、言うのね。オッケー、言うのね。いやいや、でその、結婚できない男。言うってこと見て、見て、見て。 そさ最後は確認して自分でそれはそうだそれは言えないけどあ言わないのね言わない言わない言わないごめんごめんでそっから一人暮らしライフが俺の中で始まって、うん、楽しいんだよえもう満喫したくなってもうだから令和迎えたみたいにそのみんなでワイワイみたいなのはもう楽しくないのね、うん、結局だからもう一人が楽しいだから俺、うんあのー、桑野はさ、うん、あの毎回ね一、あのー、人焼肉とかさステーキを食うのよで俺ステーキ食いたくなっちゃって かっけいなと思って一人で家でステーキ焼いて一人でかちゃかちゃして食ってナイフとフォールかちゃかちゃして食ってでえっとバーも一人で行ってウイスキーウイスキーダブルではいはいカネラはいないけどねカネラはいないよカネラはいないよカネラはいなよ俺しかいないけどねいやそうそうそうでこあの雑貨屋にこの間行ったんですよ 雑貨屋行って9万のスピーカーを買ったのよで俺家で爆音でさ音楽かけてんだけどさ9万9万え万9万のいいスピーカー買ったんだめちゃくちゃ悩んだ末にっていやもう即決これが何でかっつうとスピーカーがスピーカー自体がスピーカー自体が犬の形なんだよ犬のフレンチブルの形なのフレンチブルのオブジェみたいな でそれがサングラスみたいにかけてるんだけど、うん、そこからがスピーカーになってるね、うん、でそれをまあ9万なんだけど買ってさ、うん、でそれがあの阿部寛のね隣の部屋が国中涼子さんなんだけどね、うん、国中涼子さんが飼ってる犬の犬とほぼ一緒なのあっえほぼ一緒だから関係ある向こうはブルでねこっちはフレンチブルなんだけどほぼ一緒だからこれ運命だと思って。 俺それ買っちゃって9万でしょ <laughs> 普通に実際に犬買えばいいじゃん <laughs> 名前「け」にしました <laughs> スピーカーでしょスピーカーの犬の名前「け」にしましたスピーカーのことは何え普通にペットとして買わないの<え>ペットは買わないのペットだから,だからそ,そこでだからペットとかじゃなくてそのスピーカーがあったからスピーカーとして音楽を全部だってバーに行くとかもね、うん、全部寄せてるわけじゃんステーキ食うとかもちょっと実際 いや一じゃスピーカーで音楽もかけれる爆音ルールが分かんないんだよでフレンチブルーであこれ聞いたと思って、うん、見た瞬間にもこれし,、うん、してください俺値段見なかったから急まで増えてる <laughs> 一人暮らしなんだからもう、うん、金もワンサガ使って最高なんだよ、うん、たまんねえな俺一人暮らしの一人の時間 <laughs> 俺だから結婚できねえか 何言ってんのいや <laughs> 俺結婚できないだろうね何を言ってんの結婚できるよ入り込みいだいぶ先になるかもしれない <laughs> ただ今はね俺一人の時間が本当好き <laughs> 最高三四郎のオールナイト日本三四郎ですオールナイト日本やってます業界のメインストリームど真ん中報復絶倒の2時間にリスナー全員くりびつ天魚の板踊ぜひ聞いてください楽しいです 放送は毎週金曜深夜1時から。いやー面白い